TT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 
はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッカシノピーです。今回は近況報告の時にご報告させていただいたレッドブルボックスカートレース、ね、10月6日に開催されるんだけども、そのね、車を作り始めないと本当にちょっとやばいので動き出そうかなと思っています。で、まあいろいろね、レッドブルから届いたので、これをちょっと紹介するのと、まあどういう風に作っていくのか、ここはこうしようと思うっていうのを今回、まあ、紹介させていただいて、で、まあ取り掛かるところまで、まあ3ヶ月あるので、まあ今日1日で全て作り終えるのは無理な話なので、ちょっとずつね、できるところから、まあ、動画にしていこうとは思っています。まあ、とりあえずね、レッドブルからいろいろ届いたので、これをちょっとね、紹介しようと思います。はい、一応こういったものが届きました。レッドブルボックスカートレースの出走権獲得おめでとうございます。ありがとうございます。それとあと、これなんだろうね、結構立派な箱、レッドブルが4缶入ってます。あ、これはもう車作る時にちょっと飲みながらね、やるしかないね、力を蓄えて。で、これ届いたのが、このおめでとうございますっていうこの書類と、あとドライバーズオリエンテーション、まあ、いろいろ書いてある説明書ではないんだけど、そういうのが届いたのと、あとこれね、これちょっとかっこいいのよ、ピットクルーライセンス、ここ写真を貼って名前を書いてぶら下げとくんだろうね。あとドライバーズライセンスは赤、こういうのも届きました。ピットクルーは3名まで入れると、うん、かっこいいね。で、こっちの書類、出走権獲得おめでとうございますっていうところには、レギュレーションとかも記載されていて、動力は人力のみで、マシンの幅は 1.5m×高さ 2m で、長さは 4m のサイズを超えることは不可、それ以下ね。タイヤの外径は 90cm 以内、最低地上高 18cm まで。で、これ障害物があるから、これもう車作るとき、まあいろいろ考えないといけないところでもある。で、重量は 80kg まで、 で、ブレーキとハンドルが取り付けられており、正常に作動すること。で、ドライバーは安全のため顎紐付きのヘルメットを着用。で、チームメンバーはレース当日に18歳以上であること。スポンサーロゴなど貼りたい場合は、まあ、後ほどご連絡しますよといった感じですね。なるほど。まあ、そしたら実際に作る車がこれね、じゃんと。これは実際にレッドブルに提出させていただいたものになります。こういう風に作る予定ですよっていうね、紙で、まあサイズはこっちに記載されてるんだけども、横幅、この幅が1500で、長さが2000、これはまあ 4m まで大丈夫だから、まあ、半分ぐらいかな。横幅は 1.5 ギリギリだね。で、高さが1125で、これまあだいたいね、若干変わるかもしれないけど、まあこういった感じで作っていきます。で、今日、まあ実際ちょっと今からホームセンターに行こうと思うんだけど、まずこの枠をね、作ろうと思います。この赤い枠で、もともとは塩ビとかのパイプを使おうと思ってたんだけど、ここ 2m あるとたわむ可能性があるので、まあアルミのパイプにしようかなと思っているところ。この辺もちょっとね、材料を今探しに行ってきます。で、まあ、車両の方、これが問題になってくるんだけども、これはね、ペダルカートっていうものがあるんだけど、それをちょっと分解して、まあ、ハンドルと、あと、まあ、このベースだね、あとブレーキとかその辺の機構はペダルカートのものを流用しようと思ってます。まあ、丸々使うんではなく、まあ、バラして、まあ、サイズも多分違うと思うんだよね。そしたら、まあ、延長とかも必要になってくると思う。まあ、溶接が必要ってなったら溶接の試験も取りに行く。それぐらいの気合で間に合うのかね。で、まあ、一応ね、そのベースを作って、このボディは、まあ、発泡スチロールかなんかを削って、その上に、まあ、FRP を貼って型取りをする、ラジコンのボディみたいなイメージで、上からかぶせる、まあ、塗装とかをして、まあ、これに近づける、まあ、そういった流れになります。で、これまあ順々に進めていくんだけど、まずこのパイプ、ここが必要になってくるので、これをね、ちょっと今から買いに行ってきます。2メーターの25、はい。なんか裏、細いのとかもマジチェス。ああ、これマジチェス。あと、パイプカバー。はい。もう25回の2メーター。ちなみに白いやつある。ああ、あります。はい。あ、じゃあこれです。これな。あ、わかりました。ありがとうございます。
そしたらまあとりあえず数がないので、で後日用意してちょっと組み立てましょう。なるほど。ちょっと水槽でも見てみる。見ていきますか。そこにパイプもなんかあるかもしれない。お。あ、好きだわ。クラステリア。ああ、フレームレスでね。はい、実際に買ってきたのがこれらです。塩ビパイプ20杯のやつを2メートルを12本と、あとその周りのカバー、これを使って限度も少なくで、フレームを目立たせるためにちょっと購入したので、まず四角い枠だね、これ、この枠を作っていきます。で、もともとはまあアルミでいこうかっていう話をしてたんだけども、まあ塩ビがね結構ね意外に丈夫そうだったので塩ビでいきます。で、一応全部切り終わったので、このジョイントで四角していきます。はい、とりあえずここまでできました。で、これが一応枠組みで、で、これだとちょっと目立たないから、これを巻いていくと、ということですね。いや、パインパインすぎますね。軽っ。戦えんのか。せーの。あー、無理だな、これ。不安不安っすね、結構。重量の制限もあるので、もうこれをどうにか補強するしかないかもしれないですね。まあ、とりあえずこれはこれで枠は一旦で、これをまあ車につけてみてダメそうだったらちょっと考えましょう。一旦これは組んでいきましょう。で、これでテープ巻いていきますか。ビニールテープ買ってきたので、テープを巻いて赤い枠にしていきます。はい、そしたら一応ここまで終わりました。で、図で言うとこの枠の部分ね。で、材料が塩ビで作ってあって、その上にパイプカバーをつけて赤いビニールテープでぐるぐる巻きにしました。まあ、最初色を塗ろうかとかそういうの考えてたんだけど、まあ、弾いちゃうとか、まあ、溶けちゃうとかそういうこともあったので、まあ DIY っぽく、まあ、こういう感じにしました。で、どういう感じになるか、まあ、図でいうとこの、まあ、再生、このサムネイルみたいな感じのこの枠だね。で、この中に車が入るので、感じ的に言うとこういった感じだね。これで走るのか、ちょっとまあ大きい感じするけど、まああとは車次第で、この辺もちょっとポヨンポヨンでまだくっつけてないです。微調整ができるように、まあ、これはまあ車が出来上がって最後また組む形になるかな。もしかしたらまあ強度的な問題で、まあ、この塩ビをアルミに変える可能性もあるし、サイズを若干小さくしないといけない可能性も出てくる。とりあえず今回はここまで。次回はまあ枠ができたので、次はまあ車だね。車にちょっと取り掛かりたいなと思います。ちょっとなんか問題が一つ発生しまして、まあ、この車のところ、これペダルカートを使う予定だったんですけど、これがなんかまあ NG みたいで。そうだろうね、まあ、そうですね、誰でも出ちゃうよね。そうなんですよ、うん、ってなると、
まあ、もうなんかその機構的なものを使うとしたらゴーカートが一番あるのかなっていう。レーシングカートみたいな。そうですそうです。あれをまあ丸々使うのはもう NG なので、まあ、部品取りみたいな形で、まあ、パーツごとをちょっと揃えて作っていくしかないですかね。さすがに今が1からっていうのはなかなか難しいからね。まあ、そうですね、うん、それでに車の機構とかもどうなってるのか分かるしね。それだったらそうですね、まあ、車の大事点カカカっていう感じなので、うん、まあ、ある程度のまあその車っぽく。そうだね、チャリンコ使うわけにもいかないしね、車の大事点カカカでね。まあそうですねなのでちょっとカートを探しましょう。はーい。